性加害疑惑による刑事告訴でアジア杯途中でサッカー日本代表を離脱した伊藤淳也、30、は所属するフランス一部リーグ、スタッドランスで2試合続けて先発出場。現地時間18日、対 RC ランスでは絶妙なアシストを決めた。伊藤は定位置の右サイドでパスを受けると相手と対峙したまま,ま、コントロールの効いた低い弾道の絶妙なクロスを決めて先制弾をアシスト。 クラブの公式 X がチーム最初のチャンスを伊藤純也が最高の結果で答えてくれたと絶賛だった。ベスランスでは今回の「伊藤問題」で日本のメディアが報じた内容と伊藤が起こした名誉毀損の告訴状に注目をし留意はしていますがこれまでの伊藤の人間的資質と行動がクラブによって疑問視されることはありませんと即座に声明を発表して伊藤への支持と団結を決めた。 この試合は1対1で終わったが、後半43分に伊藤が途中交代となると、スタンドから大きな拍手が起こり、伊藤コールも沸き起こりました。サッカー担当記者。エスランスでの伊藤の評価は実に高い。所属クラブだけではない。この問題が起きる前にフランス国内での伊藤の人気と知名度を証明した、出来事があった。1月23日。 伊藤が所属するランス大学病院のイベントにフランス大統領夫人のブリジット・マクロン氏70と同国代表のディビエ・デシャン監督50が出席。そこでマクロン夫人は「純や伊藤はとてもうまい選手よね」。「ディビエ、なぜ伊藤をフランス代表に選ばないの?」。「フランス代表に呼んじゃいなさいよ」と直談判したことがフランス国内で報じられた。 サッカーのフランス代表は、海外からの帰化選手を主力にする、伝統、があります。大統領夫人のジョークではありせん。フランスのスポーツ紙、レキップ紙ではフランス代表のエースでパリ・サンジェルマンのエムバペと共に一面を飾ったこともある。フランスで最も有名な日本サッカー選手ですよ、サッカーライター、とその地位を確実なものにしていた。フランスをはじめ、 欧州ではサッカー選手のスキャンダルについては、推定無罪が大原則。フランス国内では昨年8月に元フランス代表で一部リーグモナコ首相を務めせ番号10番をつけるベン・エデル33が性的暴行容疑で起訴された。2人の女性から訴えを起こされ、交流もされたという。捜査をしたニース検察局は、エデルに対して保釈金910万ユーロ。 1> 約1億千万円を請求したこれより前の昨年の4月にはスペインリーグ在籍時16年から19年セビージャの脱税についてもスペインの裁判所から有罪判決を受けているそれでも所属するモナコでは一切ノーコメントを貫きイエデルは出場を続け今月4日のタイルアーブル戦では公式戦通算500試合出場も達成しましたイエデルの存在は 疑惑をかけられている伊藤にとって、結果的に追い風になっていることは間違いありません。